どうも、こんにちは。前回の続きをやっていきたいと思います。では早速ですが、攻略に入る前にあらすじを見ておきましょう。宇宙へと脱出したアークエンジェルと草薙は、補給物資を求めてL4のコロニー群へと進路を取った。父との別れ際に、キラが自分の兄弟であることを知ったカガリは、L4 へ向かう船の中で、その事実をキラとアスランに告げる。カガリの言葉に驚く二人。だが、キラは悲しみに沈むカガリに、ウズミこそ彼女の本当の父だと諭す。本当の父親。キラたちと一緒に戦う決意をしたアスランであったが、彼もまたザフトの指導者である父親と争わねばならないことに苦悩していた。どうしても父パトリックの真意を確かめたいアスランは、ジャスティスを残したままキラの護衛でザフト本国へと向かう。そろそろ夜勤ドゥーへの防衛網に引っかかる。戻ってくれ。わかった。じゃあこの辺で待機する。え、いや戻ってくれアスラン。君はまだ死ねない。わかってるよね。キラ、君も僕もまだ死ねないんだ。まだ。うん、まだ。わかった、覚えておく。忘れないで。キラと別れザフト本国へと戻ったアスランは、父パトリックに戦争を続ける意味を問う。だがすでに狂気へと走るパトリック・ザラはアスランの言葉に耳を貸さず、アスランを反逆者として捕らえさせてしまう。それと同じ頃、地下で抵抗運動を続けていたクライン派のグループが新たな行動に移っていた。バルトフェルドの協力を得たラクスたちは、新造戦艦エターナルの強奪に成功し、プラントから脱出する。連行されていたアスランもクライン派のメンバーによって助け出され、エターナルへと合流した。ついに立ち上がったラクス・クライン。しかし全速でザフトの支配権から離脱を図るエターナルの前に、夜勤ドゥーへの追撃部隊が迫っていた。総員先導配置。夜勤からの追撃部隊がすでに前方に展開中だ。エターナルの水力を生かして逃げ切れればよかったんだが、どうやら敵もそれほど甘くはなかったな。この敵の数は厄介だ。囲まれないように注意して確保撃破しろ。はい、では自分編成やっていきます。まずは前回のエース機から設計できるか確認します。今回はトールギスとガンダムレオパルドが設計できそうです。とりあえず設計していきましょう。次はエース機の開発を行います。まずはシグーですね。これはゲイツに開発しましょう。ゲイツで開発は行き詰まりですね。次は馬空回収タイプです。これもラゴーに開発しましょう。ステージが宇宙に移行してしまったので、ラゴーはしばらくお休みですね。次はバスターガンダムです。ビーム火力の高い絡み地ガンダムに開発しましょう。次はゾノです。ゾノは水中型の究極なので発展はありませんが、敵から捕獲してなかったグーンに開発します。ただこちらも宇宙には行けないのでしばらくお休みです。ストライクガンダムはいつも通り、デュエルガンダムに開発します。はい、ということで、マップが宇宙になるので機体を変更し、新たにトールギスを生産しました。
編成は大体こんな感じです。それでは、出撃します。前方にモビルスーツ部隊。夜勤の部隊か。ま、出てくるだろうがな。手砲発射準備、チーム作動。この間にモビルスーツは、あいにく出払っててね。こいつはジャスティスとフリーダムの専用運用艦なんだ。全チャンネルで通信回線を開いてください。ロクス了解。私はラクスクラインです。願う未来の違いから、私たちはザラ議長と敵対するものとなってしまいましたが、私はあなた方との戦闘を望みません。どうか船を行かせてください。そして皆さんももう一度、私たちが本当に戦わねばならぬのは何なのか考えてみてください。えい、惑わされるな。我々は攻撃命令を受けているのだぞ。難しいよな、何そう言われたって。迎撃開始。コックピットを避けてくださいね。それも難しいことでね。ブルー、アルファ5およびチャーリーセブンよりジン6、来るぞ対空。ブルー、デルタ12になおもジン4、迎撃追いつきません。します。ゲストのエターナルを守りながら敵を撃破していきます。しかしエターナルは移動力が高く、1ターン耐えればあっという間に脱出できちゃいます。なので自分で淡々と敵を撃破していくだけのステージですね。ま、自分には新しい機体とかあるので性能を見つつやっていきます。講座、攻撃準備。なるべくコックピットを外せよ。エターナルは艦長も優秀ですし、性能もいいですからね。敵の攻撃はどうということないんです。ただやはり集中して攻撃受けるのは良くないですね。移動力高すぎー。逃げ切ったのでこれでミッション完了みたいなもんです。どちらかというと自分のいないシチュエーションモードの方がきついっすね。さて、かがり隊は右側の敵からやっていきましょう。もう、ストライクダガーでチュンチュン撃ってた時とは、大違いですね。は1ターン目でちょっと食らいすぎてます。支援側にしてのお被弾で攻撃させます。こうすれば低 HP でもメインと支援機に経験値が入り、うまうま同時に SA も貯まるからさらにお得。
レイは攻撃対象がいないので帰還させます。悪いけど、これで終わりよ。ラックス隊は左の敵に当てていきたいですが、敵がまだ来ていないのでとりあえず移動します。ゲストのキラには敵 HP の削りをお願いします。ザフトの部隊がこんなに。アズラン、無事でいてくれ。やってくれたわね。トールギスは射撃が3ブロックなのでちょっと使いづらいんですよね。ドーバーガンが当たれば強いですが、すかす方が多い気がします。まだ敵の移動が追いついてないので、とりあえず近くの敵に攻撃しておきましょうか。悪いけど、見逃すことはできないわ。あとは少しだけちょっかい出して、機体発進して終わりですね。ラックス隊は敵が良い位置にいますので支援攻撃しながら攻撃します。
HP の低いトールギスに攻撃させるのはきつそうなので、ティファのデュエルガンダムで攻撃しますか。ティファは戦力的には弱めですが、成長エンブレムのおかげでモリモリ強くなっていってます。おっと、出ましたね、いきなりスペシャルアタック。防御してやり過ごします。なんとかなりましたが、あともう一回攻撃来たらまずいですね。いやー、間に合うかなーこれ。あ、ダメでした。フレイが撃破されました。ゲイツでほとんど攻撃できなかったな。収容して発進でも余裕そうなので、一旦、収容。直撃させてやる。you
一気に攻めてきましたね。前ターンに回復入れといてよかった。フリーダムがエースになりました。多分予想ですが開発先が赤いアスカドデカ砲台の無双機体しか残ってないんじゃないですかね。
ラストはカラミティガンダムに譲りたいのでパスします。オビブンガンダムがエースになりました。ラストを撃破してから見てガンダムもエースになりました。こちらフリーダム、キラヤマト。キララクス。はい。よう少年、助かったぞ。バルトフェルドさん、はじめましてというのも変かな。アンドリュー・バルトフェルドだ。マリュー・ラミアスです。しかし驚きましたわ。お互い様さな、少年。あなたには僕を撃つ理由がある。戦争の中だ。誰にでもそんなもんあるし、誰にだってない。ありがとう。ステージクリアしました。今回は敵が向かってきてくれるのでとてもスムーズに攻略できました。経験値も豊富でしたし、レベル上げにはいいかもしれませんね。さて、撃破されたゲイツを復帰させましょうか。エースになったホビブンガンダムとカラミティガンダムを生産登録します。今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。